FM14 ハウジングマニアのおねんねです。ツイッターもよろしくお願いします。ハッシュタグおねんねハウジングでつぶやいてください。今回はリゾート風のお部屋を作っていきたいと思います。難しい浮かせは全くないのでぜひ作ってみてくださいね。今回は内装が床がザラランフローリングになっています。とっても便利です。天井照明がラノシアンシャンデリアです。マーブルアルコーブベッドを出します。中央の線にベッドの真ん中が来るようにしておきます。広めに部屋を使いたいという人はもっと奥に置いてもいいです。マジックランドスケープアジムステップを出します。アジムステップの景色の青い空が見えるようにします。マーブルアーチパーティションを出します。アジムステップの位置をちょっと調節して景色が見えるようにします。ここにダブルフェザーベッドを置きます。ベッドも中心線を意識して置きます。一旦グルポで中心に全てが乗っていることをしっかりと確認していきます。では窓を横に仕込んでいきたいと思います。ホワイトパーティションを2枚出します。倉庫から窓を出し、窓を置きたいところでゲームパッドの人は X ボタン、四角ボタンを2度押します。マウスを使っている人はアスタリスクキーを2回押します。アスタリスクキーでうまくいかない場合、キーバインドの問題かもしれません。キーバインドを確認するにはまずシステムメニューからキーバインド変更を開きます。次にシステムというタブを開きます。サブコマンドに任意のキーを割り当てます。そのキーで窓の貼り付けができるかもです。詳しくはこの動画を見てください。浮かせについて網羅してある動画なので分かりやすいと思います。こんな感じでパーティションごと動かします。こちらも同じようにしていきます。これで窓を仕込んだことになりますね。はい、こんな感じです。さらにホワイトパーティションを出して、こっち側も出して、また窓をつけていきます。今回は明るい部屋にしたいので窓をつけます。やり方はさっきと一緒です。で、パーティションごと移動させていきます。マーブルアーチパーティションをこのように置きます。パーティションの角度はこのザナランフローリングのを参考に確認しましょう。左右ね、同じ角度で斜めになるようにしたい時とかにザナランフローリングすごくよく使えるので、確認しながら角度調節してください。ではグルポでちゃんとバランスが取れているかを確認していきます。シンメトリーになっていますね。
こちらにシュラウドデスクを置きます。反対側にも置きます。こちら側にラノシアンパーティションをこのように置きます。柱の代わりにするって感じですね。横にパーティションつなげていきます。さらにホワイトパーティションをこのように置きます。こっち側にも置いていきます。これで先ほどのラノシアンパーティションが、柱っぽくなりましたね。そしてラノシアンハーフパーティションをこのように置きます。こんな感じですね。サザンソファーを置きたいと思います。こちらのザナランソファーでも OK です。それでは床を変更します。全体のバランスが出来上がってきたら床板は変更しちゃって大丈夫です。あくまでザナランフローリングは定規の役割を果たしているだけなので、栄養がなくなったら、本ちゃんの、床に変えてあげるといいのではないかなと思います。ここにも窓をつけたいと思います。やり方は先ほどと全く変わらないです。イミテーションオブロングウィンドウを先ほどと同じやり方でつけていきます。こっち側も同じやり方でつけます。それではスワッグバランスカーテンをこのようにつけていきます。ここのカーブになっているところに合わせて置いていきます。グルポで確認していきます。全体の様子をグルポでチェックしていきます。グルポチェックに関する動画もあるのでよかったら見てください。この状態からどういうフィルターを使うかということを意識しつつ家具の染色をしていきます。この時点でね、フィルター意識してあとは色を変えていくっていう感じがいいと思います。このアジムステップの青空がとても綺麗なので青と白をテーマとした感じのお部屋にします。ラノシアンラグを敷いていきます。ちょっとソファーを先ほど言ったザナランソファーに変えます。白が多く使われているソファーなのでこちらを使ってみたいと思います。完全な白いソファーは多分染色できる家具で作らないといけないんですけど、今回はこれでいいと思います。それでは植物などを飾っていきたいと思います。こんな感じでアロカシアの鉢植えを飾ったり、大きめの鉢植えから飾っていきたいと思います。小さいのは後でちょこちょこちょこっと足していけばいいので、まずは大ぶりのものから置いていくようにしています。園芸種のハーブなどもここに置いてみます。は背が高いのであまり机の上とかに置いてしまうと主張が強すぎる時があります。気をつけてください。これはリゾートのホテルなので物を置きすぎないようにします。物がごちゃごちゃしていると生活感が出てしまうんですよね。そういう部屋がいい時もあるんですけど、これはあくまでホテルの部屋ですからね。今回はあんまりいいことではないので生活感が出ないようにします。あくまでお客様の部屋であることを意識します。綺麗な感じでね、整っている感じにしましょう。ちょっと表面が物足りないのでザナランキャノピーベッドを出します。
少し語り気が出ていいですね。では小物などを置いていきます。ハットスタンドなどはこの辺りに置いておきます。旅行に来た人が持ち物を置いたりするイメージです。ここにね、バッグとかね、コートとか。そろそろこちらも閉じてしまいたいと思います。このような感じで斜めに壁を置くことで部屋を閉じていきます。あまり植物を置きすぎてしまうと、せっかく青っぽいテイストなのに緑っぽくなってしまいます。今回は海や青っぽさを重視してやっていきたいと思います。では小物を配置して染色したら完成です。家具設置数は59でした。少ないですね。ゲーム実況の裏側がわかる本を出版しました。 Kindle Unlimited で無料で読めます。説明欄を見てね。このチャンネルでは他にもたくさんのハウジングレイを紹介しています。チャンネル登録して一緒にハウジングを楽しみましょう。ではまたねー。